オペラ歌手でオペラユニット、THELEGEND、ザ・レジェンドのメンバー、菅原浩二、菅原、浩二さんが今月12日に亡くなったことが、16日に分かった。42歳だった。所属事務所、カンパニーイーストの公式ホームページで報告された。菅原浩二、ご報告、と題し、病気療養中でした弊社所属アーティスト、菅原浩二、オペラ歌手、THELEGEND が、5月12日、近、に急逝いたしました。生前のご厚誼に深謝し、謹んでご報告申し上げます。と公表、ファンの皆様、仕事を共にしてくださった皆様、関係者の皆様に、このようなご報告を差し上げることは大変残念でなりません。突然の訃報に接し、所属アーティスト、スタッフ一同、未だ現実を受け止めることができず、ただただ深い悲しみに暮れております。菅原浩二をこれまで支えてくださった皆様、本当にありがとうございました。心からお礼申し上げます。と綴られた、通夜並びに葬儀については、郷里の岩手県一関市にて取り行い、後日、ファンの皆様や関係者とのお別れの会を行う予定です。皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご配慮のほどお願い申し上げます。とした、菅原さんは国立音楽大学声楽科を首席で卒業し、同大学院声楽専攻オペラコース修了、モーツァルト作曲の歌劇、フィガロの結婚、タイトルロールでオペラデビューした。その後は歌劇、カルメン、のエスカミーロ役、歌劇、イドメネ、を、声役、歌劇、ゼッキンゲンのトランペット吹き、日本初演、学長役、ビルデンシュタイン伯爵役、歌劇、ルイーザ・ミラー、ブルム役、歌劇、リゴレット、スカラフチーレ役など、数多くの舞台に出演、ベートベン作曲、交響曲第9番、のバリトンソロなど、コンサートソリストとしても活躍した。また、2017年9月放送のテレビ朝日系、関ジャニの THE モーツァルト、音楽王ナンバー1決定戦にオペラ歌手代表として出演し、堂々のパフォーマンスを披露した。体調をめぐっては、今年3月28日に公式 HP で、健康上の理由で長期の静養を要することになり、協議の結果、当面のまま今後予定しております舞台やコンサートを降板させていただくことになりました、と報告。同月31日には、5月20日、会津公演と6月16日、日野公演に開催される幕末オペラ、歳三を愛した女、土方歳三役を体調不良のため、降板することを発表した。菅原さんは今年3月3日には、THELEGEND のブログを更新し、6月1日に北海道札幌市でソロコンサートの開催が決まったことを報告し、ソロコンやりたいなぁと思っていた矢先の開催決定、とても嬉しく思います。クラシックの名曲をたくさんお届けする予定です。こちらも本当に楽しみ、などと意気込んでいた、ネットの声、闘病されていた中だったんですね。お若くて才能のある方が亡くなり残念です。ご冥福をお祈りします。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南光。